絹谷孝事は、日本の洋画家。君党は、文化勲章。独立美術協会会員、大阪芸術大学教授、東京芸術大学名誉教授、日本芸術院会員、文化功労者。東京芸術大学美術学部教授、一般社団法人日本美術家連盟理事などを、歴任した。奈良県奈良市元理委員長に生まれる。奈良県立奈良高等学校。 東京芸術大学美術学部油絵専攻卒。卒業制作で大橋賞を受賞。小学校1年生の頃から油絵を習い始めた。芸大卒業後の1971年にイタリアへ留学、ベネツィアでアフレスココテンガーの技法を研究した。1974年にアンセルモ氏の肖像で安井商店、安井賞を受賞。 その後メキシコ留学などを経て、1993年、東京芸術大学教授に就任、更新の育成に尽力する。この間、NHK の日曜美術館への出演や、アフレスコ絵画技法の地方公演などを通じて、大衆にも古典洋画への理解を広めていった。新作は、全国の有名百貨店で開催される古典で発表してる。 2000年日本芸術院会員。2008年には35歳以下の若手芸術家を検証する、絹谷工事賞を毎日新聞社主催により創設。2010年東京芸術大学名誉教授、ビバ横浜。ありがとうございます。